シフレこんな良かったかな。皆さんこんにちは、チェです。今日はこちら、はい、こちらはですね、新しくなったシフレの商品たちです。こちらを使って、このグレーブラウンを使ってるんだけれども、オレンジを足すことでヘルシーになったこのルック作ってみました。気になる方はこのままご覧ください。どうぞ。アイブロウいきたいと思います。アイブロウペンシルの21番ライトブラウンっていうカラーです。このアイブロウペンシルはすごい使いやすいので400円だしおすすめですね。繰り出し式だし、ペンの硬さも柔らかすぎず硬すぎず絶妙だと思うし、私結構毛がある方なんだけど、それにこうなんだろう、ペタッと絡まることもないので、ワックスがね好きな方もいるんだよね。でも私はね、結構フサフサしてる方が好きな人なので、これぐらいがねすごいちょうどよく感じますね。色もねとっても今ライトブラウン合ってると思います。こういうアイブロウペンシルを使うときは、私は結構周りをねこう縁取ってから、あとはこう一本一本描き足す感じで中身を埋めていきます。この価格でね、スクリューブラシもちゃんとついてるのが嬉しいよね。で、アイブロウマスカラはチフレなかったので、キャンメイクのもので仕上げてきます。あ、このさ、ふさふさの眉毛にしたいっていう方いらっしゃるんですけれども、アイブロウマスカラでセットするときに、この毛の流れにね、こう逆らって、このフロントのね、アイブロウを持ち上げてあげると、いわゆるこう、立ってる眉毛になると思います。はい、そしたらアイメイク行こうと思います。グラデーションアイシャドウの70番っていうカラーを選んでみました。どれもね使いやすいようなカラーですね。でちょっとスウォッチしてみたら、このオレンジは、オレンジのアイシャドウというよりはオレンジのニュアンスがあるグリッターのトッパーっていう感じのアイシャドウだったので、まずはこのメインのカラーを指にとってアイホール全体にアイホール全体に入れていきます。綺麗なグレーブラウンですね。グレーのブラウンなんだけれども、アンダートーンといって、そのカラーの下に透けて見えてくるカラーがあったかみがある感じなので、グレーをつけると顔色が悪くなるよっていう方も使いやすいんじゃないかな。粉質もシフレこんな良かったかな。すごい発色とかブレンドのしやすさ上がってると思います。ちょっとね綺麗にするためにブレンディングブラシでぼかしていきます。めっちゃ綺麗なブラウン。ブラシでつけた方がこれは綺麗に仕上がるアイシャドウですね。単色でもこんな感じで綺麗です。そしたらこのオレンジのグリッターをどうしようかな。中央あたりにつけていこうかな。上品にチラチラ光る感じですね。控えめです。じゃあちょっとこのメインのカラーを小さめのブラシにのせていって、下まぶたにも入れていきます。でちょっとこの一番濃いブラウンで目元を締めていこうと思います。発色がいいんだけど粉落ちすることもなく綺麗にのるし馴染むし、いいんじゃない。チフレ前使ってみたアイシャドウよりも確実にクオリティが上がってる感じがしますね。じゃあちょっとアイライン引いていこうかな。アイラインもこれね初めて使うと思うんですよね。チフレのアイライナー、ブラウンっぽいカラーなんですよね。これで引いていこうと思います。最近今ねもうリキッドのペンシルとかになってきてるけど、このなんていうんですか、旧式なタイプでもこれ根強いファンはいますよね。カラーがしっかりつくので好きな人はね好きだと思います。筆に液体をつけて伸ばしていくので、そこまで目元をね引っ張らなくても綺麗に塗布できるから、こう皮膚には優しい感じがしますよね。すごいね描きやすいですよ、個人的には。でも初心者さんとかはちょっとやっぱり怖いんじゃないかな、この液体がブワッとつく感じが。実は細かくちょこ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 動かしながらつけると、そこまでリキッドのアイライナーと変わらない気はしますね。液がたっぷりムラなくつくから色がスキップするようなところがなくて、何回もこう塗り直すっていうこともないから、個人的にはね使いやすいです。あとこのまつげとまつげの間にも行き渡りやすい。
今日は本当に細く目頭の方まで入れていきます。じゃあアイライナーを乾かしてるうちにチークいこうかな。チークはこちらです。パウダーチークの443番のオレンジ系っていうカラー、これをね選んでみました。このブラシもまあ肌当たりはね悪くないんだけれども、どうしようかな、ちょっとこれでやってみようか。チフレのチークは悪くないイメージがありますね。大きめのブラシで、うん、綺麗な色。目元のブラウンもグレーブラウンなんだけども、ちょっとウォームに寄っているニュートラルな感じのグレーブラウンなので、そこまで血色が悪くはならないんだけれども、やっぱりグレーが入っている分ちょっとかっこよかったりクールさによってしまったりするんだけど、このチークでオレンジとかを加えてあげるとこうグッとね血色も上がって、クールな中にもこう元気さとか活発さが出るので、このオレンジは相性ねいいと思います。もちろんモーブ系のピンクに合わせてもいいんだけど、そうするとね一気に私の場合ちょっと老けて見える印象になるので、今日はオレンジを選んでみました。うん、このオレ綺麗だね、このオレンジ。そしたらですね、このハイライトカラーをハイライトとして使ってきます。うん、綺麗なツヤが出せます。そしたらアイラインが乾いてきたのでマスカラいこうかな。ロング&カール、前ボリュームタイプを使ったと思うんだよね。なのでこっちを使ってみようと思います。でなんか店頭のねポップにもニューって書いてたから、ニューなのかなって思ったんだけど、ホームページでは春夏コレクションでは特にこれが入ってなかったから、パッケージがニューになったのかな。おお、めっちゃ綺麗に伸びる。おお、一気に下がってきました。やっぱ私のまつげはクイックラッシュカーラーに助けられてるんだな。もうすごい下がり方がね半端ないですね。ギューンって下がります。でもロング効果となんか綺麗にこう伸ばしてくれる感じっていうのは感じられるので、クイックラッシュカーラーで上げてから使ってあげるといいかも。でもこれ単体だともう完全にね落ちてきちゃいますね。うん、そしたらリップ、これねすごい可愛い色だなと思いました。473番っていうカラーなんだけど、テラコッタっていう感じのリップですね。これをちょっと中央にのせて、うん、テラコッタより赤み強いかな。そしたらこのグロスが可愛いと思いました。リップジェルの N656 っていうカラーのグロスですね。これを周りにつけてぼかしていきます。仕上がりはこんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。今日はチフレから新しく発売された、リニューアルされたって言ったらいいのかな、春夏コレクションを使ってこのメイクを仕上げてみました。で発色としては、結構ナチュラルにもいけるし濃いめにもいける、私今日中間ぐらいかなっていう風に思うんだけれども、っていう感じのとっても発色がいい粉です。粉発色がいいアイシャドウです。で粉質もすごくねしっとり柔らかいタイプですね。でこの上の2つに関してはまあこういうハイライトっぽいカラーって私も最近目元に使わないので、今日私はチークのハイライトとしてのせたんだけれども、まあそれはそれで代用できるかなっていう感じ。これがねマットだったらすごい嬉しかったなっていうふうに思います。でこのオレンジのグリッターなんだけど、もうちょっとオレンジ感のベースが出るとニュアンスが変えられて可愛い、私的には好みだなっていうふうに思います。なんだけどこれぐらいのチラチラっていう感じとオレンジが出すぎない感じだとナチュラルメイクしやすいのかな、みんなにね、うん、という風にデザインされてるんじゃないかなと思います。総評的にはとてもいいアイシャドウだと思います。で、アイライナーね、アイライナーこれもねつけやすい、つけやすいです。カラーもね絶妙なブラウンだと思います。乾いてからアイラッシュカーラーであげたんだけれども、そこまでねビューラーに転写されることもなくちゃんと残っていて綺麗ですね。
うん、ただポイントはちゃんと乾くのを待ってあげることかなって思います。個人的にはすごい描きやすいし発色も綺麗だからいいんじゃないかなって思いますね。うん、ほんでチークか、チーク、チフレのチークは良かったと思う記憶してるんだけれども、なんかこう引っ張り出してきて使うっていう風なことはなかったんですよね。なんだけども今回のこのチークも使ってみて、多分リニューアルされたからかな、うん、このオレンジはすごくね可愛いカラーだと思うし、発色もね抜群です。私的には全然大丈夫なんだけども、ふわっとのせたい方は付属のブラシを使ってしまうと結構一気に色乗ってしまったりするので、こうチークつけたら必ずねこの手の甲とかで一旦こう筆になじませて余計な粉を落としてから塗布してあげると綺麗につくかなっていう風に思います。それからねもう大きめの筆でつけちゃうと問題なくつけれるかなと思います。特にねなんかどっかでスキップするとかっていうのもないし、綺麗に本当にねオレンジっていう感じのカラーがのせられるからすごくねいいですね。うん、私ドラッグストアだとセザンヌとかメディアとかのチークが好きなんだけども、同じく並ぶぐらいすごくね品質いいと思うし、良くなったのかな、これも確か新しいので、うん、っていう風に思います。で最後リップ、リップ今日はねこの2つを使ってみました。でこの473番っていうのが新色なんだけれども、想像してたのはもうちょっとテラコッタだったんだけれども、意外とね赤が多い印象ですね。赤っていうか本当に朱色寄りです。なのでブラウン系のテラコッタを想像して買ってしまうと、あれなんかちょっと違うっていう風になるかも。でリップジェルっていうグロスと混ぜると本当にねちょうどいい感じになるので、このコンビネーションはおすすめです。総評としては今回新しくなったチフレの商品とってもねいいと思います。まだ今こう自粛中で皆さんねドラッグストアに行けなかったりとか、あとなんかの買い物のついでにこう見てもやっぱりねスウォッチできなかったりすると思うので、今日のね動画が何かね皆さんの参考になったら嬉しいなと思います。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。